和名ヘラジカは、哺乳皇モク目シカカヘラジカ族に分類される、世界最大の鹿。本種のみでヘラジカ族を形成する。別名王子カ。中国東北部、アメリカ合衆国北部、エストニア、カナダ、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、ラトビア、リトアニア、ロシア。高新余における分布は、現在よりも広範囲に及び、 例えば、日本列島の中部まで南下していたとされる。英語では、ユーラシア大陸のヘラジカをエルク、北アメリカのヘラジカをムースと呼ぶ。エルクは、ゲルマン語の単語であり、学名になっている、ラテン語アルシスもおそらく、ゲルマン語からの借用である。ムースの語源は、マリシート族の言語で動詞を指すムースである。なお、北アメリカでは、鹿族のアメリカアカシカがエルクと呼ばれている。 東道長2.4から3.1メートル、お長が5から12センチメートル、肩高1、4から2.3メートル、体重200から825キログラム、または1043キログラム、1120キログラムという記録も残されているが、正確性は定かではない。現生の鹿科,科では、最大種であり、地球史上最大の鹿であるヘラジカの仲間セルバルセス。 ラタフランズや北米大陸史上最大の鹿であるヘラジカの仲間セルバルセススコティには若干大鳥がギガンテウソウツジカよりも体重があり原生では2番目に大きなワピチよりもはるかに体育がある原生では北方に生息するグーテイ類でも最大級の動物であり最大級の個体はバイソン族の原生種よりも体育があるオスの成獣はヘラのように 平たい角を持つことが和名の由来。角は大きく、最大で200センチメートルを上回る。粉炭は長くて太く、オスの咽頭部の皮膚は垂れ下がっている。これを肉水という。唾液には植物の成長を促す成分が含まれている。新葉樹林と新葉樹と落葉樹の混合樹林に生息する。夏は単独もしくは数頭の群れで生活するが、 冬になると10頭前後の群れを形成する。非常に大型となる本種だが、これを捕食する動物にヒグマ、オオカミ、トラ等の大型捕食種が挙げられるほか、クズリにも捕食された記録が残っている。なお中型猫化生物であるピューマンにも捕食記録があるが、クズリと違いこれは成獣を捕食したケースではない。捕食される際は、大型の成獣よりも幼獣及び、故障。 高齢の個体が主に狙われるが、捕食動物が大型生物の成獣を目立って狙わないのは本種に限ったことではない。例えば、ヒグマの成獣がヘラジカの成獣との戦闘で敗北することが知られている。攻撃は強靭な前足や後ろ足を使った強力な蹴りの他に角を使って突進する行為も行う。本種の攻撃は捕食種に対してだけではなく、 同種との縄張り争いやメスをめぐる工房においても多用される。植生は草食性で、木の葉や樹皮、地面に落ちた種種類、水槽を等を食べる。代表例としては、柳やカバの木。水場を好み、夏にはよく水場に来て、水中の水草を食べたり、泳いで体についた寄生虫を落としたりする。北、アメリカではツンドラまで生息する。夏には、 北極海沿岸で過ごす。ヘラジカへの注意を促す、標識道路を横断するヘラジカヨーロッパには、石器時代からヘラジカ漁が行われていたことを示す、洞窟壁画が残っており、スウェーデンのエーランド島南部のアルビー付近では、紀元前6000年代頃のキノコ屋の遺構から、ヘラジカの角が出土している。北ヨーロッパでは、石器時代から19世紀まで地面に深い穴を掘って、 ヘラジカを追い落とす両方が用いられていた。道路に飛び出し交通事故により命を落とすことがあり、大型なためにしばしば深刻な人身事故にもつながる。特に夜道では、体色が黒っぽく、頭部が高い位置にあるためドライバーが気づくのが遅れることが多く、衝突すると車のバンパーが当たった衝撃で細い、足が折れ、巨大な胴体が髪型から、 運転席を押しつぶす形で倒れてくるため、エアバッグが展開したとしても大した効果が望めない。このため、スカンディナビアとドイツでは、自動車の安全評価に急ハンドルによる回避を想定したムーステストを導入している。特に、ボルボとサーブオートモービル、メルセデス・ベンツでは、衝突時の挙動も考慮されている。ヘラジカが多く生息する地域では、 道路標識に本種が描かれて注意が促されている。カナダのニューブランズウィック州では、新しく敷設される、高速道路でヘラジカとの衝突が頻発する部署にフェンスを設けて、ヘラジカの横断を防いでいる。ロシアでは、旧ソ連時代に人になれやすい個体を選択して、繁殖することでヘラジカを家畜化する研究が始まり、ソ連崩壊後も継続している。 商業的に成功しているとは言えないが、ヘラジカの生理学や行動学、動物の家畜化の研究に貢献している。ありがとうございます。